おはようございます。どうもおはようございます。浜ロド来るんですか今日。浜ロド知らないですね。勝手に書いてるんですね。やめてくださいよ勝手に書くのは。浜ロド来るって。お前らおはよう。今日は告知祭りだ。鋭い。ボーナス前ですからね。商品バリバリ作ってますからね。はい、あ、おはようございます。ワールドカップ楽しみ。ワールドカップですね。楽しみですね。ワールドカップ、 PDC ワールドカップですね。あ、ワールドカップといえば日本からは小野圭太と村松春樹ですね。そうですよね。そしてなんとなんとね、アリゲロですね。オニロビン、また給料がむしり取られる。ハゲー、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと別に押し売りじゃないんでね。はい、別にその催眠商法じゃないんで、買いたければ買ってください。はい、僕は横浜、あ、浜ロード横浜だって。広島の昼営業について、あ、鋭いっすね。これうちのスタッフの告知。広島昼営業やります。広島とあとどっかもなんか昼営業やるそうですよ。はい、今日カメラ引き気味。あ、今日カメラ引き気味だよね。もっとアップで来てよ。ボーナスを TV に貢ぐでよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ボーナス貢いでくださいですね。ということで、告知祭り、もう、クイズから行く？クイズ行きます。またハンチングかよ。バイシクル T シャツおしゃれ。あ、これバイシク、そうそう、バイシクル T シャツ。これ僕ね、何ですかね、ユニクロの T シャツ温めて3年後ぐらいに着るんですよね、大体。温めてすぐ着たらかぶるじゃないですかね。で、温めて寝せるんですよ、2年か3年ぐらい。そして着るんですよ。そしたらね、同じもの着てる人あんまりいないんで結構いいですよ。はい、やってみてください。今年買ったら再来年か3年後ぐらいに着れば、なんか、あ、あれ何、ユニクロっぽいけど今年のユニクロじゃないよねってなるけんですね。これコツですね、コツ。はい、後ろのポスター何、ユニクロの UT はトリニダード並みに品質いいよね。それなんかこれ真に受けていいんですかね。いいからクイズ早よ。やっぱ TV 判事が、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。後ろのポスター何、はい、オリジナルドリンクキャンペーンだそうですよ。6月限定オリジナルドリンクキャンペーン、ティトだけのオリジナルカクテル、ティトスタッフがこだわり世界のどこにでもないオリジナルカクテルを作りました。1杯600円だそうです。スタッフ一押しのオリジナルドリンクをこの機会にぜひ、詳しくはスタッフまで手軽にお問い合わせください。なんかこんなポスターもらってます。オリジナルカクテルとか飲んでこと、飲んでないでしょ皆さん。ネットカフェばっかり行ってるから、ネットカフェのドリンクサーバーでね、コーラばっかり飲んでダーツ投げてるでしょ。たまにはダーツバー行ってカクテルでも傾けながらね、おしゃれに夜を過ごしてください。6月限定です。あ、でこれもあるんや、これ。あ、これあるんやね。あ、スタッフの写真付きなんや。これこんな感じ。あ、それそっち見える？はい。あれ？じゃあこれもなんか分かりにくい。この企画毎年やってます。あ、これはいはいはい。なんかいっぱいおるよね。これ20人も時間つけ使いたくないんやけど。これ全員の分呼ばないかんの？いや、呼ばんでいいでしょ。呼ばんでいいよね。とりあえずティトに行って、ちょっと飲んでみてください。はい、原価30円ですか。原価30円のわけない。原価
12円にしろって言ってるから絶対30円もなんてそんな高くないですよ。原価12円ぐらいで作れって言ってますから、はい。あ、3割ぐらいノンアルもあるそうなんで、たまには行ってください。バーで禁煙難しい、バーそうなんですよね、そうなんですよね、はい。今回ドリンク人気投票、あ、やりますやります、ドリンク人気投票やりますよ。ティト最近イケメン多いんですよね。イケメンいないですね、すいませんすいません、いないです。酒飲んだらブルー迷子になるんじゃ、あ、もう酒迷子になる人はブルー迷子になってください。ブルーたまには迷子になることもいいじゃないですか、ですよね、はい。後ろのポスター X シリーズのシャドウって新作、あら鋭いな、誰か仕込んだ、誰か、はい、シャドウ来ます、シャドウ6月にですね、まあこれ今ずっと前から作ってたんですけど、オクタゴンカットロングストレートバレルですね、6月10日発売します、はい。このバレルいいですよ。あの僕ですね、今自分はトリニダード X はもう癖のあるバレルを作れって言ってるんです。使いやすくて癖のあるバレル、いろいろ、まあ、考えて、なんでかって言ったら、やっぱこうプロモデルってもう本当オーソドックスなのが多いじゃないですか。だからトリニダード X はなんかちょっと癖があるけど、なんか俺のものになりそうみたいな、こうコアな人になんかピタッと合うような、その、ま、万人受けしなくてもいいから、万人受けしなくてもいいから、あの癖のあるこうなんつうのか、カチッとくるような、あ、バレルを作ろうぜっていうのがコンセプトなんで、はい。癖の強いです。これ投げやすいですよ。あの合うグリップに合う人が絶対バチッといると思います。はい。2年前に勝った人が優勝したらしいですよね。ロボいつもよりリズム早かった。あ、ちょっとそれは思いました。はい。ちょっと早い気がしましたね。なんか決まらずになんか投げてたっていう感じしましたね。でも2年前に浅瀬を勝った人が優勝ですからね。まあただそのまあ BDO ですんでね、世界のもうまあ一線級なんですけど、世界のバリバリの一線級の人たちではないですね。ということでクイズいきますか。あ、チェック率すごいですね、本当ですね。ダブル浅田のメガネかね。クイズに答えてプレゼントゲット。アリゲロいきます。アリゲロ、え、これですね、あのひし形なんですね、ドットじゃなくて、うん、で重くてちょっとそれでボツになったんですけど、ひし形でちょっと重い、これ世界に1個のアリゲロ、はい、世界に行くのがあるけどプレゼントします。クイズに答えてプレゼントをゲット。それではこの人誰、この人は誰でしょう。これは分からんな、デビッドっぽいよね、ちょっとね。あ、勝利。そして2013年、まカナダのトッププロですね。はい、カナダ人。はい、ケーン・マクニール。誰か知らんわ。カナダ人。この人強い、すごいですよ。結構。なんかコンドルが好きで、コンドルって結構向こうから結構気に入ってますって言って、希望者が外国の人結構増えてきてるんですけど、この人は、はい。モザイク荒くていいかな。この人はフィル・テイラーに勝った試合ですね。フォームがすごい綺麗なんですよ。カナダのナンバーワンプレイヤーですね。いや、ジョン・パートより全然強いです、こっちの方が。
写真の違いすぎる椿のすりくん。この人が1位ですね。椿ゲストのフィル・テイラーに勝ってますもんね、この試合。今度ワールドカップに出るんで、まあちょっと日本勢と当たるのも面白いですね。すごいフォームが綺麗ですね。椿と戦う、最近椿推しの人が多いな。何？あ、椿がね。鳥出の日程、九州の教えてよ。鳥出の日程まだ、ね、もう出した。はい、九州大会だね。あ、この試合見ました。ありがとうございます。多分ね、椿ファン多いって多分ね、一人だと思いますよ。はい、決まりました。この人、剣幕2位ですね。新たにコンドルプレイヤーになったんで、はい、皆さんよろしくお願いします。椿も体重増やすしかない。椿は十分体重は増えてます。アリゲル欲しかった。いや、アリゲルちょっとタイミング出しますよ。さあ、そしてあとなんか、あ、こっち試合ですね。日程7月18日、フェニックスカップ in 西九州。あ、こっち行きますかね。こっち見ますか。はい、告知です。あ、結構告知いっぱいありますね。今日は告知ラッシュ。最高金賞ポスター作りました。あ、それとユニコーンが来ますね。あ、ワールドチャンピオン7月8日、こっちか。7月8日に、ゲイリー・アンダーソンとバーニーが来ます。はい、多分ですね、多分これも即12時にもう売り切れると思いますけど、はい、去年も12時に売り切れましたけど、バーニーとですね、まあぜひ、まああの観戦だけでも大丈夫なので、ぜひあの見てほしいと思います。もう必見です。もう見るに値します。もう本当にすごいと思います。はい、ぜひぜひ。そしてエントリーまだまだ受け付けております。 MDC カップ MDC、ね、都の城ダーツカーニバルカップ。違うね、ボンチピアであります。都の城であります。え、大城あかり来るんですか。あ、俺も行きた。あ、俺も行く。断りましょう、結婚式。あ、結婚式断って行く、はい、そして、フェニックスカップ西九州ですね。今年は7月に行います。それではこれ結構いいかもしれん。これ皆さんいいと思いますよ。6月止めてばスーパーキャンペーン、サンクスキャンペーンですね。チャンピオンキャンペーン、生ビールハイボール300円、なんかいろいろあります。なんかこれ邪魔やろ、これで止めてばスタンプカード。あ、いいよ、読むぞ、大丈夫。止めてば余てば、なんかすごいですね。6月なんか結構豪華。焼酎ボトル1000円、黒霧島美人二階堂白竹白白竹白やった、白竹やないね。はい、こんな感じかな。シャドウ、癖のあるバレル、癖のあるけどハマるバレルと思います。めっちゃ投げやすいです。こんな感じ。ポスター
こんな感じで、はい。椿総選挙、椿何勝だあれ。今リーグの集計中だそうです。最近はちょっと個人賞の集計をやってるそうです。椿の彼氏は広島にいる。あ、そう。コンドルって PDC の試合で使ってもいいって当たり前じゃないですか。なんか結構言われるんですよ。 PDC で使えるんですかとか。いやもう PDC とか普通に使ってる選手いましたから、はい、PDC の前の前の段階ですけど、はい、なんでそんなことにそういう話になってるんですかね。まあちょっとね、タチの悪い人はいますよ今ね。コンドル本当に世界中で世界からの問い合わせがすごく多くて、外人ってなんていうんですかね、なんか外人って言ったらダメなんですね。外国人ってすごくまあシンプルなのがいいんでしょうね、うん、すごい引き合いが多くて、選手にもなりたいって選手どんどん来るんですよね今、はい、結構大物も気に入ってる人がいたんですけど、やっぱり海外ってバレルとフライトもう全部セットなので、ユニコーンプレイヤーだったらユニコーンのバレル、ユニコーンのシャフト、ユニコーンのフライトっていうんで、ちょっとそこでちょっと今、スムーズにいってないんですけど、選手が使いたいって選手います。バリバリの人が、はい、えっていうような人が使いたいって言ってきてはいるんですけど、ちょっとそこの相手との契約の問題もあるので、ケンマクニルの場合はバレルがそのあれだ、バレルがどこだっけ、オーストラリアね、はハゲてる人です、はい、はい、どうだっけ、あどこだっけあれバレル、ほらウィンモー、あウィンモーじゃなくてプーマとか、あプーマ、すごい、お前すごいね、プーマの選手なんで、プーマとうちってコインしてるんで、で選手からの申し出もあって、はい、そうなんですよね。いや全然です、ただあ、それとこれだ、出た、これいいっすよ、これ結構ね耐久テストしたんですけど、もう僕ほらやっぱりいいもん作らないと、ほら後発メーカーだから、いいもん作んないとダメだっていうことでやっぱ一生懸命やってるんですけど、とにかくこれですね、何がポイントかって言ったらね、細いんですよ、すごい、これビールですね、すごく細くして、ギリギリまで細くして耐久性を高めたんです。ちょっとピンボケなんやけど、あこっちの方が見やすいか、でもすごい手で触ってみてると、ちょっとピンと合わせてよ、置いてもらった方がいい、もういいや、もう時間取るけ、これいいです、はい、これ山田選手はもうハードモデル買ってるんで、持ってるんで、すごい極限まで細くしたんです。もっと太かったんですけど、あった、あひげが伸びてきた。あこうほらひげの上だったら綺麗に見える、こんな感じです、そんな感じなんです。コンドルで儲けるって、いやコンドルそんな儲かんないです、そんなハゲてる人です、はい、ハゲてロボはコンドル、ロボはコンドルじゃないですよ、ロボは L です、はい、イケメンを取りにヤチプ、イケメンを取りにヤチプロ、ヤチはジャパン参戦、ああそうなんすか、ヤチ太郎ジャパン参戦なんや、あでもいいと思いますよ、ヤチくんもねやっぱパーフェクトで、うんちょっと最近ちょっと いまいちって言ったら悪いけど、まあなかなか勝ててないんでね、でも新規行ってね、もう僕はだけもういいと思いますよ、あっち行ったりこっち行ったりして面白いじゃないですか、そっちの方がダーツ界盛り上がると思いますから、
はい、ゴメセブン買いました、ありがとうございます。イケメンが一人いなくなった、はい、イケメンはいなくなりましたけど、でもいいんじゃないですか、ヤチ君全然、はい、頑張って。わ、俺も今日さっき初めて知りましたけど、はい、あ、ジャパンなんですね。まあ僕はほら、例えばほら、こう宇佐美くんがこうパーフェクトに来て、なんかこう生き生きした感じもするし、アイナイ選手、アイナイ選手もパーフェクト来て、なんかこう新天地でこうやるぞっていうか形になって、こう選手のモチベーションを上げるのにやっぱり移籍っていいのかなと思いました、はい、なんか逆にパーフェクト選手もジャパンに行ってね、ジャパンでなんかジャパンの俺合ってるんだとかなればいいと思うし、そうやってうまく使い分ければいいと思いますよ、はい、秋も来るでしょうし、はい、ね、今野、まあまあ今野ちょっとまあね、パーフェクト、そうですね、パーフェクト今多分レベル相当上がってますね今ね、あの八千代もそのなかなか勝てないっていうような意気になってますんでね、はい、女子は鈴木、男子は、女子は鈴木選手強いですかね、あの、いや強いです、もちろん強いんですけれども、そのどうなんでしょうね、パーフェクトの時はねやっぱり1回も勝ってなかったし、そのやっぱそこの場所に来てやらないと分かんないと思いますよ、はい、浅野選手はもうスタッツも含めちょっと群を抜いてますんでね、はい、そうです、そうです、ミクル選手もほらパーフェクトいて、いまいち実力が出せなくてジャパンで爆発したし、だからいいと思います、いろいろあっち行きこっち行きで、はい、あ、シャープナーですね、シャープナー、シャープナーも作りました、まあこんなの、まあシャープナーですからね、前も作ってましたし似たようなの、はい、こんな感じですかね、はい、そうなんですよね、シャープナーです、これいいですよ、ハード、ビルロング、そうなんですよね、ビルロングいい人だったですよね、はい、素晴らしい人でした、いい人でした、はい、ダーツ人口増えてますかのかな、あ、ダーツ人口はもう確実に増えてます、はい、もう本当にすごい勢いじゃないですか、これからまだまだ増えていくと思いますよ、はい、交流戦はジャパン女子勢だったね、交流戦はジャパン女子でしたね、はい、ジャパン女子じゃないですね、交流戦は鈴木みくる選手と山口選手ですかね、うん、でも実力的に確かに2人そこそこうまいと思いますけど、まあ擁護してないですよ、パーフェクトをひいきしてるわけじゃなくて、そのなんていうんですかね、ぶっちゃけそのダーツゲートがどうのこうのっていうよりは、やはりどうなんでしょうね、選手が例えばその5人10人集めればどうなるかって言ったら全然変わってくると思いますよ、はい、実際やっぱりその例えばハードダーツにしても、世界の主戦場で名前を挙げたのはやっぱり大城あかりと大内真由美ですし、世界の中ではですね、うん、一概にちょっとまあどうのこうのっていうのはどうなんでしょう、うん、言えないような気がしますけどね、はい、TV は P が強いアピールしかしない、そんなことないです、全然です、はい、ただ例えばパーフェクトとジャパンがこうがっぷり四つになって、確かにその鈴木選手、浅田選手ってのはやっぱ強いと思いますよ、はい、でも実際そのなんていうんですかね、もうはっきり言ったらそのなんていうんですか、あのお祭りの中での話じゃないですか、うん、実際、まあ、どうなるかっていうのは分かんないと思いますよ、はい、
多分、はい、だから なんて言うんですかね、何がどうとかはそのどっちが強いとかこっちが強いとかは絶対言えないと思いますよ、はい、もう実際10人ぐらいが一緒になってどっちがレベルが高いっていう部分では確かに鈴木選手浅田選手はやっぱ抜けてるし、現にその松本めぐみもやっぱり世界的にもやっぱすごいプレイヤーですし、はい、だからあんまりその何ですか、端的にこっちが強いあっちが強いっていうのはどうなのかなと思うだけです、はい。マルコだ、メジャーにはトリニロゴ入ってなくてがっかりだ、何がですか、細かい解説、それはトリニロゴ入れるでしょ、何がトリニロゴは、なんでトリニのロゴ入れたがるの、ちょっと難しいですね。メグミクル見て、でもメグはもうどうなんでしょうね、パーフェクト出ても勝てないと思いますよ、そう簡単には。もう実際その勝負の中でやっぱり今調整ができてないので、うん、多分それは鈴木未来選手の方が強いんじゃないですか。なんかすごい鈴木未来選手を推してる人がいますね、多分同じ人でしょこれ。ね、はいはい、ということでジャパン優勝予想クイズ、むずすぎない、ジャパン優勝クイズ、でも今回も当たってますよね、10人ぐらい。今、榎本選手が一番強いんですよね、ジャパンで。ナンバーワン、誰ですか、ランキング1位。榎本選手ですね。負けず嫌いなという、負けず嫌い、そんな意識してませんけどね。ただ、本当に、トリニダードはジャパンプレー、ジャパンでもバンバン作ってるし、でぶっちゃけ山田選手にジャパン行ってもいいんだよって話もしてるし、浅田選手にもジャパンでも全然、もうジャパンだろうがパーフェクトだろうが、元から僕は本当にどっちでもいい派なんで、本当に合ってる方、自分のパフォーマンス出しやすい方に行けばいいと思ってるので、はい。だからどっちでも OK ですよ、僕はですね。はい。だからその山田選手がジャパンに行きたいっていうのも全然 OK ですし、ぜひそのステージ頑張ってっていう感じですよね、はい。男子バレーなかなか勝てない、負けました、イランに負けた、あっちゃー負けたんや、はあ、残念ですね。女子は団体一つで、いや団体二つ絶対いいと思いますよ。そのヤス選手がまあジャパン行くってさっき言ってましたけど、やっぱりヤス選手もやっぱジャパンを選びたい理由っていうのはあるでしょうし、例えばね、パーフェクトでやっぱり、自分のパフォーマンスが発揮できなかったらジャパン行くのも僕は手だと思うし、逆にね、パーフェクトの選手が、パフォーマンス発揮できないって言ってジャパンに行くのって、それも OK だと思います。これ2つあるからこそいいんです、これ絶対。やっぱり上位にいないと3年経ったらもう多分忘れられますよ。これプロの世界だから厳しいこと言わせてもらいますけど、本当に仮にトップ10に、あ、トップ10、まあトップ10だな、トップ10に3年いなかったらもう覚えてないですよ、多分。3年いなければ。まあ確かにああいう選手もいたねってぐらいの感じになると思うんですよね。まあ逆にこう、だから、セリーグ、パリーグがあって、まあ、ジャパン行ったり、パーフェクト行ったり、こうやって、あ、俺こっちのルールのは向いてるとか、あ、私こっちのルールのはいいわとか、この雰囲気が好きだわ、この選手が好きだわで、うまく、俺使い分けていいと思うんですよ。ね、埋もれるよりマシだと思いますよ。本当に。うん。なんでジャパンで取りにパッとしないのはなんで？いや、全然です。もともとその、パッとしないんじゃなくて、選手がもともと、だって、ジャパンって後から来たわけじゃないですか。後からできたプロ団体で、僕はもうずっとパーフェクトで、もう初年度からずっとパーフェクトをやってきたんで、なので、まあそのままプロ団体イコール、トリニダードみたいな流れで来てたんで、要するにジャパンに移籍したり
ジャパンの選手がいなかったってだけで、これからどんどん作っていきますけどね、ジャパン選手も。はい、遠征もありやすい、まあなんか、まあ自分のリズムがあるんじゃないですかね。はい、本当にと思いますね。橋本選手も分かんないですよ。橋本選手も僕は例えばなんていうんですか、ジャパンってフィールドで厳しくなって、例えば最近ずっと出てない、ここ3年ぐらいはちょっと調子悪いみたいですけど、まあ僕パーフェクトっていう選択肢も全然ありだと思うんですよね。で新たにこうステージを変えてなんかパフォーマンス発揮できるような気しますけどね。まあまあお互いがこうピュアな気持ちで新たな団体で臨むっていうスタイルは僕はありと思いますけどね。はい、はい、ということで、もうそういう話はなんかねいいので、何を次いきますか。次はこのハード、これプレゼントします。これプレゼントいきますか。じゃあ新作のコンドルティップ、コンドルスティールですね。ハードポイントロング、なんかこれのこのティップのいいのはやっぱ食いつきが良くて落ちにくいで、長いのでやはりグルーピングしやすいですよね。はい、そういう良さがあります。はい、食いつきがいいです。はい、ということで、アルゲロ欲しいですか。アルゲロ何します。アルゲロクイズ、あ、先にアルゲロ行きます。どっちもいいですよ。どっちがいいですか。アルゲロがいい人。それはアルゲロがいい。じゃあアリゲロいきますか。アリゲロをカウントアップしますか。ハードポイントでカウントアップする。これで、いやそれ冗談じゃん。じゃあカウントアップしましょう。カウントアップ、じゃあカウントアップをあんまり使ったことないんですけど、この新作のシャドウで、あ、これハードポイントを、このハードポイントそのままフェニックスに投げますか。ダメ。いいじゃないですか。いや、いい。これメーカーから怒られますかね。本社長が怒られますか。いや、あ、えらい、ちゃんとカトリセン。じゃあこのシャドウ行きましょう。シャドウ、これでも投げにくいとか言ったら売れなくなるやろうな。新作シャドウ、トリニダードシャドウ、トリニダード X シャドウ、当たった方に、一番近い方にはこの世界で1個のアリゲロプロート 19g、 ひし形ドットじゃなくひし形、いきます。あ、投げやすい。すごい、なんか俺はこの中指がちょうどこのくぼみに入るんでいいのと、やっぱオクタゴンカットいいっすね。八角形、最近八角形多いっすよね。村松くんも八角形だったですもんね。あ、最近多いじゃないね、村松くんが八角形か。すごい投げやすい。まあ、ストレート系のちょっと癖があるバレルが好きな人は
八角形いいと思います。握りやすいし。あ、投げやすい。ちょっとダンスさしてよ、ダンス。あ、これいいですよ、これ。これ一回、いつから、いつぐらいからショップに出るのかな。一回ちょっと興味ある人はショップに多分人用あるんで投げたらいいと思いますよ。いい悪いは別として。あ、締め切りました。これ一回試投したらいいでしょうね、これ。すごい、なんつうんかな、グリップが八角形で縦ラインが合わせやすいというか。あ、バカ。うん、素直に飛びますね、素直。これはいいな。ちょっと、これいつ発売？これ。俺はいい。ここちょうどこのなんかこうへこんだところを持つといいね。ダメ、最後はダメ、すいません。806点、やっぱりいつも通りの感じです。これいいっすよ、これ。オクタゴン、あ、なんつうんかな、この、なんつうんかな、こうテーパーがかかったこのくぼみのところはいいんですよね。このなんかここの辺が綺麗にへこんでて、で指かける人はここなんか、ここうまくなんかなんかこのビタッと決まって意識せずに、中指なり人差し指を合わせるとなんかいい感じ。前のへこみもなんかだけ、これがここ合わせすぎずになんかこう、なんかあ、この辺だみたいな感じで添えるとなんかいいと思う。あ、これはいいですね。うん、ストレート使いで、はい。ということで、はい、正解者は、集計中です、集計中。これ一回投げたらいいですね。これ気になる人一回投げられたらいいですよ。まあいい悪い、ちょっとトリニダード X はもうめっちゃ癖みたいな。癖みたいなバレルが多いんで、一回ショップにで投げてちょっと合えば、これ結構ハマる人はドハマりすると思う。はい、ということで、じゃじゃじゃーん、アルゲリョット。あら、あれないと、ハイボールちょうだい。これこのセクシーやね、アルゲロ、アレクシス・アルゲーリョ。
どうですか、またキツネグリップに戻ってる気が、はい。キツネグリップなんかキツネグリップっていうか、なんかどうしても力入るんですよね。いや今ほんとこれでずっと投げてるんですけど、なんかね迷ってるんです今、はい。重さ何グラム、これ重さ、これ10、こっちアリゲロはこれ19グラムです。先日止めてば食べた、美味しかった、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、え、謎のマスクマン1号、変な名前、変な名前の謎のマスクマン1号さん、はい。アルゲロプロと、世界に1個のひし形ドット、ドット、ドットではなくひし形のくぼみみたいな、お送りします。謎のマスクマンさん、おめでとう。あ、あ、本当やん。ちょ、これちょっとちょっとテープ、テープ貸して、テープ、テープ持ってきて。テープでね、やっぱりね、僕の大好きな大好きなあの人がいなくなるの寂しいから、もう貼っとこう。ね、みおちゃん頑張ってね。さあ、いよいよ今週末ですね、サタデーナイトパーフェクトですね、パーフェクト岐阜大会。みおさん独身ですよ、独身、行っちゃってください。あ、行っちゃってください、ね、何をそんなね、そう、どうですか、このあラウンドロビン、さっきなんか女子のロビンがどうのこうのって、どれがなんかすごい厳しいのがある、どれ、あ、ちょ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 、上から見して、これパーフェクトの予選、佐藤かすみ、あ、これ、これじゃないね、あ、ここ厳しそうね、アイナイ、コンノ、あ、アイナイ、コンノ、大城、あ、鶴田志保、佐川香織、長距離、あ、ここ厳しそうですね、うん、ここ厳しい、コンノ、アイナイ、コンノ、大城で、佐川さんも現在6位とか7位、長期選手も実力者で、鶴田潮選手も強いですよね、こんな感じだよね、はい。佐川さん一押し、どっちかって言ったら佐川さん一押しなんですね、声優牧野、あー、田中美穂来た、牧野かわいいよね、そうなんや、ちょっと勝手なこと書かないでね、あんまり P は恋愛禁止なんですから、 P は恋愛禁止なんですよ、はい、そうね、え、牧野選手って歌歌ってるんだ、天下のサイン、天下のサインって誰のサイン、自徳、あ、自徳大臣なんや、四つ目に、こっち見るな、こっち見るな、あ、ポスターね、ね、みおちゃん、みおちゃん頑張ってね。これちょっと養生テープ強っ、ああ、いや MDC カップ落ちちゃいかんやろ、じゃあダメなんすよ、ダメダメダメ、パーフェクト恋愛禁止なので、はい、
はい、TV の雷が落ちちゃった。あと何が、あと何、あと何かクイズ何する？散歩、あ、これ、あ、これのハードハード、ハードポイントをクイズしますか。そうですね、何、何クイズいきます？いや、60、60何本目、え、60に何本目で入るでしょうかクイズ。いいね、それね。 TV が果たして60に何本目で入れるのか。はい、ボード組み立てる。で、早く組み立てる。わあわあ、こんトリニダーのマルチダーツスタンドバリ早すげえみたいな、買おうみたいな、もう見え見え、糸が見え見え。残り6分、もう延長やろこれ。大丈夫です、大丈夫です。これ送りますね、これ。あ、早っ。あ、もうそんな感じ。とりあえずマルチだ。今までここにこれなかったよね。早っ、バリ早っ。いや、60だからそんな何頭もかからんでしょ。61本っすよ。そんな1本目とか2本目でしょ。組み立てております。ちょっとこっち、ちょっと映しよ、早っみたいな。もっとこっち、こっち、もっとこっちに。あ、危ない。組み立ててます、早っ。慌ててるのは見てて、お前ちょっとそげん慌てんねえぜ。もうちょっとさ、もうちょっとゆとり持ってさ、そんなさ、時間を競っとわけないっちゃけんさ。30本とかかからんやろ。これ一番最初に当たった人、60。これでもいいっすよ、これ。これは絶対です。ずっとテストしましたから。早っ。それ早すぎやろ。これはどこでも投げれるね、このスタンドさえ持っていれば。ダーツサラウンドつかないと思ってたけど、つきますよ、ダーツサラウンド。で、こうやって、あ、距離まで、あ、何、メジャーまであるわけで、そうやって距離どこでも測れるってこと。あ、いいね、パーティーとかいいよね。高いよ、価格高いっすかね。高くないですよ、結構早っ。さ、え、組み立ててからまだ1分、2分ぐらいや。もういいと、はい、はい、じゃあこれはなんかさ、何投目とかできんよね。あ、じゃあちょっと練習して、ちょっと練習させて。30投とか言われたけどさ、ちょっと練習して、最初60。何ショート？何ショート？ちゃんと合わせてよ。これ合わせてこれちゃんと。何投目？何投目？何投目？ちょっとどうしようか。もういいね。これもういい。もうスタートしてみて。もうスタートします。はい、じゃあ締め切り、あ、ちょっと時間いるね。応募時間、さあ、日本で一番最初に手にする方は誰なのか。トリニダード、トリニダードじゃない、コンドルか。コンドル、ロングティップ、入らない。さあ、どうします。もう延長いいって、延長いいでしょ、たまには。入らない。何投目か、1投目、2投目、3投目、多分10投は絶対かかんないと思うって言って騙されたっていう人もいるんやろうけどね。最近いつも延長じゃない。今日バレルクイズないんだ。バレルクイズやりました。あ、バレルクイズないね。あ、じゃあ最後バレルクイズやる、これ。シャープな新作、これも。
トリニダードシャープナー、ゲンさんが帰りたいって言ってたよ。お前いつもそうやってお前ここでな愚痴こぼしようって思う。いや、ここでって言ったら一緒に行きますけど。じゃあそういうことで、ビッグランドを別にバカにしてる、ビッグランドをバカにしてる、どっちもバカで、どうする、もういい、ちょこれアップした方がいいと思うよ、これここ、もう練習アップし、アップして、締め切る、じゃあ締め切りますか、ね、締め切りで、締め切り、じゃあ締め切りで、じゃあここからですね、じゃあアップして、あアップしたあっち、そうそうそう、もっとグッと寄って、オッケー、来た、はい、まず1投目ですね、惜しいな、ちょっと右曲がり、落ちるなよ、ここで落ちたらお前売れんくなるからな、落ちるなよ、ん？入った？入ってない。ちょっと2投目落ちるな。あ、来た？あ、来てない、ね、3本かかりました、落ちるな落ちるなって言って落ちるパターンみんな望んでるでしょ、押すなよ、押すなよみたいな感じの、落ちるなよ、あー惜しい、4、あー隣、うわ、6、あーなんかえらい嫌われとうね、嘘やん、こんなことおかしい、なんかえらい嫌われとう、今日今日なんかドブに落ちるかもしれない。あ、ますますおかしくなった。7。8本目でした。しょぼ。8本かかりました。ということで8本。で、はい、片付けてバッグに入り直して。8本です、あ、いやいやいや、8本の方、一番最初に8本、8本の人いる、ぴったり、ぴったり8本、おめでとうございます、はい、直して、もう片付けて、片して、8本、時間きっかり、正解は8音でした。ゲンさん、倉持ちアスカシーだっけ、何それ、あ、そうそう、倉持ちアスカシー、聖悟くんぐらいしか知らないネタなんですけど、え、何、そうそう、倉持ちアスカシーです、あ、あのお父さんハゲの、あ、お父さん野球選手、お父さんめっちゃハゲやもんね、ちょっと倉持ちちょっと出して、ピッチャーめっちゃハゲ、でも聖悟くんぐらいしか知らないはずなんです、え、あ、ほんと、またサトピョンや、サトピョンすごい、あ、何しようてんお前、何お前、ん、誰、お前ちょっと、何、ちょっと来て、何しようてん、ああいいよ、こう座りや、お前サトピョン、ちょっとやら、サトピョンって福岡の人やったよね、サトピョン頑張れ頑張れ、招待する、だってサトピョンが年間トータルで取ってくれたら交通費200円で来てくれたよね、椿泣いてんのか、また椿ってノーメイクでしか、もうね、椿はもう本当にね、
なやっぱこうあれなんですか、椿が好きな人ってやっぱこうもうダメなあの女が好きなんですね。もうなんか苦労したいんですね、多分ずっと構ってあげたいんですね、ずっとね、よろしくお願いします、構ってやってください、ちょっとダメなんですけど、ダメな子なんですけどいいやつなんです、はいはい、ダーツも壊れてますけど応援よろしくお願いします、はい、椿に会いたいです、椿ゲスト、いや椿ね、もうダーツがね、ダーツ今うまいの、あいつ下手です、下手いよね、多分カウントアップで300件ぐらいしかいかないよね、いや多分10ぐらいじゃないですか、レーティング10ぐらいしかないもんね、見事にやっぱ壊したな、 TV が壊しました、え、何が？いや、そのバレルクイズどれにするかという。え？まあ、何をクイズに出すかという。あ、いいよ、もうあれにし。じゃあもうこの辺でもお開きにしよっか。じゃあお開きで、あ、じゃあオンライン対戦しよう、オンラインしよっか。オンライン。じゃあオンラインで最後、あれ？シャープな、はい。オンラインでお開きします。もう適当な番組なりになってるな。クイズやります。上がり数字。TV が椿を壊した。TV が多分ですね、壊れる子はね、やっぱ壊れます。僕のせいじゃございません。はい。はい。TV は椿を壊してないです。全然壊れてないです。はい。やっぱり、はっきり言って、あれだけ環境があって、やっぱり、うまくいかないのはやっぱり本人が怠けてる証拠です、努力が足りません、はい。椿は男にはまった、それが多分正解だと思います。女、まあでも、まあ、ダーツ愛が足りないんですよ結局、僕は思います。なんでそのクイズの答えプレゼントゲット、ちょっとのけて、俺の顔写して、俺が今ちゃんといいこと言いようけん。ダーツ愛が足りないです、基本。やっぱ壊れる子は特に。やっぱりダーツに集中できてない。だから例えばあの人は今とか、この人は今とか。僕もう何十人何百人、多分日本で一番プレイヤーをずっと抱えてきた僕がいますけど、はっきり言って伸びない子は絶対ダーツ愛足りないし、怠けてます。練習もしてないし。うん、そしてそれを責任転換を誰かにしていきます、はい、絶対そう思います、いいこと言った、これ多分永久保存版 TBTV になると思いますけど、実際そうです、やっぱダーツの愛が足りないし努力が足りてないし、そんなに簡単にいかない、センスでちょこっと上手くなっても、じゃあ逆にダーツ愛が足りなくて練習も不足してたら勝てるわけないね、そしたらもう一時期こうバーッと伸びた選手がダメになってこう落ちていって、なんか責任転換してしまうとか、でも自分自身がどうなのよって話だと思います。だから、これは永久保存版としてはっきり言いますけど、本当にダーツ愛が足りない人は伸びないし、ダーツ頑張る気がない人は足りないし、努力が足りない人は伸びない、ということで最後シャープナーいきます。もう年、そうです、年頃の子たちはやっぱりそうですね、だからもう絶対足りてないです、だから才能がめちゃくちゃあったとしてもやはり努力しないから、イチローを見てくださいね、イチローだってもう究極にストイックにずっと野球道を貫いて今があるんですよ、うん、だから今こんだけ人口が増えてきて、ダーツ人口プロも多くなってきて、もうこれから本当ダーツ愛があって、努力する人があって、才能があれば、あ、ないと、才能がなくてもそこそこはいけるかもしれないけど、日本のトップにはいけないと思う。ダーツ愛、才能、努力、この3つがあれば大丈夫で、才能のない人はもう努力もっとするしかないし、ということで皆さん頑張りましょう、ということでシャープナーですね、シャープナーいきます、
オンライン対戦どうすると？最後に上がった数。じゃあ最後に上がった数。どっちが勝つか。え？そうか。僕もしくは対戦相手が最後に上がった数。さあいくつ？ってことでオンライン。オープンアウト。いや俺ハードした。ハードしたよ。ハードプロモードした。今日はなんかプロモードがいける気分。え何なんて、あメール来とった。あじゃあすみません申し訳ないです。じゃあ今から始めます。今から始めてプロモードでやります。でプロモードでやってフィニッシュした数。ダブルアウトですね。そうダブルアウトよね。元アフロティットプラスとかと。あれ元アフロこれ何？オッケー惜しいと。元アフロ。おうこれプロモードよね。元アフロ。えアフロ嘘。アフロやないよね。あ俺いやだって元アフロでもレーディング10ってことないよね。いくら元アフロでも。45か。笑いティとプラスって書いてるし全然アフロやないし。アフロって昔いたんですよ。チキショチキショチキショ。で、なんで？キープ。くそ。ロースコア連発や。バレル側変わったけんかな。いやまだいいよ。ちょっとバレルがさ、なんかバレルが急に短くな。締め切りは締め切りましょう。じゃあもう締め切ります。この3等で。ちょっと TV はい、締め切りました。だいぶ来た。そうでもない。シャープナーとかいらんわみたいな。ちょっとまあ残忍が一番多いやろやっぱ。でも残に40か。これ4-2で上がったら 4-2 ってことよね。 4-2 で上がれるでしょ。あ、いやだから42ってことよ。あ、最後の1等がね。
ああそういうことね。やっぱこうなるよね。ああやっぱこうなるよね。ないってことよね。そこもう一本重量、まあ、相手が勝てばありだ40の人。そうそう、さよならアフロ、さよならアフロ。そう、さよならやなかったアフロ。ほらムカつくこいつ、お前ムカつく。いやいやいや、ありがとうございます、ありがとうございました。ムカつくてめえこの野郎、この野郎ということで残忍でした。ムカつく、今の悔しい、今の超悔しい。もうとりあえずちょっともうおちょっと納得いかんけん、オンライン対戦する。さよなら皆さん、さよなら、さよならす、さよならす。え？正解者、正解、あ、そっか。ちくしょう。くそー。あの、なんか、ムカつく、なんか、元アフロ。ちくしょう。やられた。残忍おめでとう。でも、残忍って、あれ、でも、これ面白くないね、やっぱ。ハードルールは逆に。もうない、もうない、もうないね。しょうない。ちょ、クリケットしよう、俺。ちょクリケットして、対戦、誰でもいい相手。もう今の納得いかん。今のダメやったな、あの何通とかやな。バレルがなんかさっきオクタゴンの投げたよ。まあいいよ、ティト、いやティト宮沢、まあいいや、いいや、もういい。そうキャンセルしたらちょっと感じ悪いよね。ありがたい話。グローバルバーサスムービー、もう正解者出た？俺？今日調子悪い。やっぱバレルコロコロ変わるのダメなのかな。バレ投げダメなやつ。これか、これいい。正解者来た。次ゼロワンしようかな。ちょっとあなた18もあるんでしょ。ちょっとあ15、あダブルステしようや。正解出ました。はい。シャープナーは？ない。え？はいはい、シャープナー。はい。正解者。トリニダード新作シャープナー。ナイトさん。ナイトさん。大丈夫？はい。おめでとうございます。あ、ちょっと、はいはい。ということで、もうそのままさようなら。
今日はもう皆さんそれではまた次週、あ、これいいよ、そんなするよ、まあ、やばい、オーバーされた。何ネタが多い？あの、自分が帰って、帰りたがってる。ああ、そうそう、今日多いよね、ゲンさん帰りたがってますみたいな。だって普通帰りたくなくもないけどね。俺もそりゃそうだね。大事だね。はい、いいよ。さよなら。次ゼロワンした。もう的を絞らせないみたいな。そうですね。あ、音入っとうと？パーフェクトとオープン。いやいや、もうオープンで誰でも来やがる。かかってこんかい。ちょ、ハイボール飲みたい。あ、切れた。ちょ、ハイボール作って。いいよいいよ。ゼロワンね。あ、50やんこれ。なハードルールこれ。お願いします。オープンアートね。はい。いろんなのやって、なんかこう絞り込まれてないようにしよう。まあ、TV 強い。強い今日。オンライン面白いよね。外国とはもう、あ、外国とやれた。外人いいんじゃない。次から外国人としてやりましょう。やりたい。次外国として。とりあえず次終わってる外国人で。外国とした。誰が相手？俺 TV ダンスした。多分。え、ハッとしてないのに TV ダンスした？気のせいかもしれない。あ、気のせい。ムカついた今。踊ったような気がしました。ちょっとは TV ダンスしよう。TV ダンスっていうの？
きびだんしてないよ、ね、外国の方、外国の方と対戦した。はい。いやもうダメ。はい。次何でもいいよ、何でも。外国の人とした。ちょっとなんかすぐ。外国の人、あこの人ちょっとさっきしたけんいいもん。ちょっと外国の人とクリケット、クリケット外国の人はな指定できんと。次誰、あ来た来たよ、ちちあ来たよ、あえなんでなんで、えなんでちょっとちょっと押して押して、中どこでもいい、もうこうなったら頭来た、どこどこどこ、日本日本日本じゃ外国外国外国、早く押して押して、スペインでもどこでもいい、よっしゃ来た、あれなんで何しようと思う、これなんか夜変わるからです、あ来た、これどこの国、これなんでチャンセルすな、いけ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 、押しゃいいや、どこでもいいよ、来たマレーシア、マレー来た、えおなんで押さんとキャンセル、あこっちが申し込んだので向こうが、向こうが今迷っとった、迷っとった、迷ってキャンセル、迷ってキャンセルだちょっと、あそれいい、スペインスペイン、フランシスコ・コーターズ・ポポロド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 ズ、あロドリゲス、ちょっともう、ね、もうせんね、もういいもういい、もういい、もう誰でもいいもん、そしたらもういいよ、え、うん、誰でもいいよ、ほら下おるやん、外人いけんと、もういいよ、もう外人、あ、これ中国チャイニーズと勝負がした、よし、スイス、あ、来た来たよ、スイス、スイスブレーリネ、グローブ vs ムービー、スイスはどこ、スイスやん、スイス、ホルン、ホルン、すげえ昼間、めっちゃ昼やね、長っ、なんで権利関係、とりあえずチーズフォンデュのようにしちゃうチーズフォンデュなの、とりあえずチーズフォンデュのようにしてやる、ビッグラン、ビッグラン、ビッグラン、チーズフォンデュにしてやったぜ。ハイジのようにしちゃう。
こっちがイエスかノーか。外人っていうわけではなくて、なんかレーティングが。ちょっと待って、ちょっと待って、どういうことこれ。どうなったのこれ。やばい。もんじゃ焼きのようにされたわけ、俺。もんじゃ。博多っぽいもので。明太、チーズ明太のようにされた。ビッグラン！カモン！カモン芸者藤山！勝った勝った、よし。ちょっと次、もう今日ダーツモード入った。もう今日ずっとダーツする、朝まで。次は0番クリティ。何でもいいよ。もういいか、いいよ別に。音はとりあえず入ると思うね、まだね。じゃあもう何でもいいけど、相手誰？日本人。日本人いいよいいよ、もうやらっしょ。はい、はい、ベイビー。20秒前で、さよなら皆さん、良いダーツライフを送ってくださいね。さよなら。あ、俺から。最後バシッ。